All right, let's continue. なんで有馬くんはここに来るのよ。散歩。私の後をつけていたんでしょ。刑事や探偵じゃないんだ。グズに決まってるだろ。どうかしらね。私の邪魔をしに来たのかと思ったわ。何の邪魔をするんだ。こんなところで何をやっているんだ。有馬くんに関係ないじゃない。関係なくないさ。That's to do with our father, I'm sure. 関係なくないのよ。お前、日本語が変だぞ。有馬くんが言ったんじゃないの。もう、邪魔しないでちょうだい。有馬くんに関係ないでしょ。そうか、お前も。何よ、こんなことって。古代シロマンを追うのもいいけど、勉学がおろそかになるようでは。言っておきますけどね、私はどの科目も5位以内に入っているの。それじゃあスポーツがおろそかになるようでは。体育は保険も合わせて A 評価よ。畜生。じゃあな、そんな色気のないことやってると男が寄りつかないっていうのはどうだ。女の子はおしとやかで可愛らしくだなんて、まるでパパみたいなことを言うのね。パパってどう。言っておきますけど、血のつながっているパパよ。まだ何も言ってないぞ。有馬くんが言いそうなことってわかるもの。おお、そうか。じゃあ俺がこれから何を言おうとしているか当ててもらおうか。ああ、ミオ、君は光の女神、愛の女神、アフロディーテさえも君の前では霞んでしまうことだろうかしら。お前、いい根性してるな。言っておきますけどね、古代シロマンのミーハーってわけじゃないのよ、私のやっていることは。じゃあ、なんだ。歴史というのはね、人類社会の過去における攻防のありさまよ。その絡み合った糸を解きほぐしていく過程に、私は喜びを見出すの。親父みたいなことを言うな。有馬くんのお父様は本当に偉大な学者だったと思うわ。冗談よしてくれ。あいつが偉大だったら俺は神様だぜ。分かっていないのね、お父様のこと。ごめんなさい、この間事故が起きたばかりなのに軽率だったわ。気にしちゃいないさ。それよりもミオがなぜそこまで奴に入れ込むかがわからないな。 Yes。 有馬くん、お父様の本や話を真面目に聞いたことってある？あ、いけない、もうこんな時間だわ。時間？I mean, the fact that they gave you a time traveling device should make you more interested in figuring out what he learned. It's already settled. 俺は確かに補習があるけど、優等生のお嬢様がなんで出る必要があるんだ。なんでって、予習復習いい気持ちって言うじゃない。は？ちゃんと補習に出てよ。もう、
おっと、失礼。ん？よう、気分はどうだい？あんたに会うまではとてもよかった。相変わらず口の達者な兄さんだ。旗のカンナなら今いないみたいだ。それは幸いだった。あんたに尋ねてこられちゃ彼女も迷惑するだろうからな。どうやら嫌われているらしいな。そんな家庭系で言わないでいいぜ。明らかに嫌っているんだ。へへ、まあそう意気がるなよ兄さん。ちょうど話もあったんだ。探していたんだぜ。おっとと、いつもいつも本当に手の早い兄さん。おいおい、熱くなるなよ兄さん。しつこいぜ、やめなよ。名刺なんぞ渡して。名刺？こう見えても社会人なんでな。一応自己紹介の代わりさ。随分と昨夜に比べて応対が違うな。ま、状況の変化ってやつに柔軟に対応してるだけでね。さ、名刺だ。いらないよ。そう言うなよ。こっちは兄さんを知っている。だが兄さんはこっちのことを知らない。フェアじゃないだろ。あんたが俺の何を知ってるって言うんだ。兄さんは有馬博士の息子だろ。やっぱりな。夢からずっと張っていた。ハイエナみたいなおっさんが人のことをつけていたのか。まあな。おっと、そんな怖い目で睨まないでくれ。自慢じゃないか、気が小さい。あんたは誰だ。だから名刺さ。まあ見てくれ。なんだこの更新所の署員だ。いろいろなことを調査しクライアントに報告する仕事だ。浮気を調べたりするあそこか。まあそれが一番多い依頼かな。あとは身元の調査なんかだ。探偵なんてやぼったい言い方は好きじゃないんでな。エレガント更新所さ。で、更新所のおっさんが俺に一体何の用なんだ。兄さんに協力してほしくてね。協力？そうさ。So he could be the guy that was hired to watch us. Although he went about it really weird if that's the case, unless it just happened. Hired by the headmaster, is what I'm talking about. 実はな、有馬光大博士はどっかで生きてるんじゃないかと。おっさん、どういうことだよ。悲しい。首を。理由を話せってば。首を締めないでくれ。恐ろしい兄さんだぜ。親父の居場所を知っているのか。逆だよ、知らないから聞いているんだ。まあ偉い学者さんだって話は聞いてるが、女子学生を囲っていたなんて結構な。何だって。おいおい、しらばっくれるの。悪いが、言っている意味がまるでわからないな。まあいい。こっちは有馬光大博士の行方がわかればいいんだ。行方？死んだって新聞に書いてある。警察もそう言ってる。Right. So、that definitely sounds like the headmaster looking for him now. 冗談はよしなよ。さっきの兄さんの反応は尋常じゃなかったぜ。有馬博士が生きている証拠だ。少なくともクライアントもそう思っているらしいしな。いや、確信をしているようだ。クライアント？誰なんだよ、その雇い主ってのは。おっと、これ以上は言えんな。秘密保持は業界の最低限のマナーなんでね。
こっちとしても有馬光大博士が生きているって方が面白いしな。なるほど、兄さんもあまりよくは知らないらしいな。演技をしていると。Oh, so it's possible the whole reason he's involved with Kana in the first place is because he was doing research because she apparently has some kind of connection to her father. というわけでもない。どうだ、取引をしないか。取引。そうだ、取引。おっさんとする取引など。話は最後まで聞けって。兄さんだって父親の、俺も有馬博士の行方は知りたい。双方の目的が一致しているってわけだ。何、難しいことじゃない。こいつを畑のカンナの部屋に置いてきてくれるだけでいい。彼女の話なんかが筒抜けになるありがたい機会よさ。盗聴器か。盗聴とは人聞きが悪い。拝聴と言ってほしいがね。ふざけるなよ。そんなことできるわけないだろ。父親の行方は知りたくないのか。俺の見るところ有馬博士の行方を知っているのはあの畑のカンナじゃないかと思っている。カンナちゃんか。なんたって1年近く有馬博士に囲われていたわけだからな。事実上有馬博士の愛人だ。何？おいおい、そんな目で俺を睨まないでくれ。事実なんだからしょうがない。ふざけるなよ。親父の野郎がいくら非常識でも。心当たりあるみたいじゃないか。いくら親父が非常識でも、あんな清楚な女子学生よ。なんだ、まさか畑のカンナがウブな女子学生とでも言いたいわけじゃあるまい。なんだって。カンナがいろんな男と会っているのは知ってるだろう。カンナちゃんが。おいおい、兄さんだって昨夜は畑のカンナと美味しい時間を過ごしたはずだろう。カンナは口が固くてな、なかなか情報を引き出せなかったが、会う時はいつもシティホテルだからな。ま、代わりに美味しい思いはさせてもらったわけだし、文句は言えねえ。ん？おい、兄さん、どうしたんだよ。兄さん？おいおっさん、一つだけ。クライアントのことはダメだぜ。違う。うん、二回。いってててててて。適当なことを言うと許さないぜ。首を絞めないでくれ。どうなんだよ。だから二回ほど。彼女は誰とでも寝ると言いたいのかよ。そこまでは知らんよ。くそ。おいおい、その代わり彼女の口からできるのか。いや、兄さんなら大丈夫かもしれんな。俺が知る限りカンナが実質に男を入れるのは初めてだ。だが俺がやるのは彼女の無実を証明するためだから。フォト、理由はどうだっていいさ。やってくれるならな。こっちが知りたいのは有馬博士の居所だ。それ以上でもそれ以下でもない。俺があんたに教えるメリットはなんだ。そう来ると思ったぜ。ま、その時は兄さんの欲しがっているものをやるぜ。Could her father actually be there somehow? in a room?
like hiding in a wall panel or something when we're there? Huh, I don't know. Seems far-fetched, but they did like kinda touch on that issue earlier, and then they're hinting here that she's hiding something there. I don't know. クライアントの情報ってのはどうだ？俺に依頼をしたやつのことは結構知りたいだろう。業界のマナーに反するんじゃないのか？こっちは金さえ入ればいいんだよ。それに兄さんはベラベラと喋り歩くタイプに見えない。そうだな。今晩もう一度会わねえか？情報交換って意味でさ。場所は？お、そう来なくちゃな。夜にあの公園で。帰ってその方が怪しまれないでいいんだ。そうさな、22時ってところでどうだい？22時？夜の10時か。寝る時間かね？バカにするなよ。へへ、そう来なくちゃな。カンナちゃんのことか。ま、そういうこった。旗のカンナが有馬高台に関係あり。とんだやつだな。ま、依頼を達成するためにクライアントの情報をほんの少しもらう。いいだろ。よし、決まった。へへ、期待してる。おっと、そうだ。お兄さんちの電話番号を教えてくれよ。俺の家の？なんかあった時に連絡ができるだろう。別にいたずら電話なんかしやしないぜ。業務連絡だ。いいだろう。だが女の人が出た場合はすぐに切ってくれ。いい？兄さんのこれかい？母親だ。いいぜ。さあ教えてくれ。電話番号は。よし、メモをした。あまりかけてほしくないかな。今度こそ。じゃあな。22時明雲寺公園。遅れるなよ。A new place we can go. Oh, okay, so I want to actually look around. Let us look around. What? What's that reaction? Because I've met Eriko-sensei for the first time.まるで私がいつもはいないみたいじゃないか。みたいじゃなくて。何するんだ。余計なことは言わなくていい。また散歩かい。ちょっとそこの武家屋敷までね。OK、うん、But she's not wearing her outfit. 武家屋敷ね。昨日の話の続きできるかな。え？旗野くんのことだよ。彼女がどうかした？まあいろいろとある。いろいろと？So yeah, I still think that this is a different version of her than the one with the hair up.Or down, or whatever. Hair out of our eyes. Kanna-chan のことなのか。そうだな。話す場所を変えなくていいか。ここの方がいい。保健室は来客が多いからな。職場放棄してるな。本来なら君に話すべきことじゃない。深刻な話なんだ。まあ、だが
話す相手が他にいないのも事実だからな。変かな、教師が生徒に相談なんて。変じゃないさ、同じ人間同士。ザックバランに行こうぜ。君といると生徒と教師という感じがしなくなってくる。男と女とか。こら、真面目な話だ。分かった、聞こう。話すことはいろいろとある。まず君から。ああ、あっさり肯定されてね。肯定？噂は概ね正しいとさ。つまり彼女は不特定多数の男性と親睦があり、父親くらいの年の男性とも付き合いがある。言っておくが、well, probably. 現行法規では自白だけじゃ罪にならないんだぜ。知っているよ。無論証拠もなしに彼女を批判したりはしない。だが if the theory is right and that's her mother, then that's his wife. 彼女がそれを肯定する意図がわからんな。それはそうだよな。問題になるようなら退学してもいいと言っている。問題になるのかい。ことが公になれば問題にならないわけがなかろう。だがまだ証拠がない。彼女が今すぐに噂の生活態度を改めてあっさり肯定したくらいだ。そう、悪びれた感じはないってことか。いや、法的解釈はともかく、ただ一歩下がってそれを。その通りだ。彼女は理屈で。あれでは保護者は現在外国に在住ということになっている。 OK, that's different from what she said. 取れない。どういうことだ。書類にそう書いてあるんだ。 I mean, it's just appearance. I guess you could have guardians. They're different. 彼女には不可解な。確かに、おもむろに。それだけじゃないんだ。誰にも言いやしないよ。なぜだろうな。君には話せるんだ。他の。嬉しいね、キース。こら、不気味。ちゃ。不可解な部分というのは。転校歴。ちゃんそれは。波多野君、この坂の近くに来る前。その隣町の学園にも。転校を繰り返しているんだ。その回数が10回を超えていなければ。10回だって。そうだ。転校を 10という数字は私が書類上で追跡。10回。一体どうすりゃ。どうやら彼女は一つの。その保護者とやらの関係じゃないのか。いや違うな。それに関してもまた面白い記録があってね。この境町。そうだ、円を描くように一つずつ転校を繰り返している。どうしたんだ。いや、そうだ、昨夜彼女に。死んだってさ。エリコ先生は彼女なんだ。いや、閑散としているんだ。なんというか、今朝彼女と話したと。ちょっと待て。なんだ。昨夜彼女と会って結構。あ、彼女の部屋でか。なんだよその目は。で、今朝一緒。そんなことは今はか。わかったよ。まったく君という。だが言っておくが、泊まっただけだ。一人暮らしの女の子の部屋で一泊するのが。そういう言い方はやめてくれ。まあその辺の事情は後で追及させてもらおう。しかし厄介な問題を投げかけてくれたな。私の方も問題が山積み。エリコ先生、何が。大人には大人の事情がある。ずるい言い方だな。いずれにせよ
放っておくわけ。これが聞くところによると、波多野君は君を自宅に泊めたというじゃない。シェフではないね。Stayed at your house. Wait, what? だからって俺がなんだよ。それこそ私は忙しい。ラーメンでどうだ。それは昨日言ったよ。ではビフテキではどうだ。どっかの機関車少年じゃないんだ。何でも物や金で済まそうってところが。じゃあどうすればいい。そうだな、孫。こんなところでいいかな。意外にそういう問題じゃないぞエリコ。君が言っても説得力がないな。じゃあこれで。なんて教師だ。その割に顔、心と体は別なんだよ。だ、まあ、前金はもらっちまったからな。私は行くぞ。おい。おや。I thought so. 拓也君だったか。When she reacted that way, I had a feeling he was there. 今話していたのは確か好意の武田さんだったね。そうですか。いや、なんでもない。唇を拭いておきたまえ。社にやってきたぜ。こらこらこら、嫌な予感がするな。いや、あゆみさん、誰が手下いいだ。指を刺すんじゃない。三角山は公共物のはずだぜ。あん、チャラくさいことを言う。はあ、そうなんだ。人前で鼻をほじるな。いいか、現場監督。じゃ入っていい。ダメだ。聞いても同じじゃないか。いや、僕がダメと言うのと言わない、どう違うんだよ。僕が言う言わないの違いだ。まあ近々だが。なんだって、冗談だろ。冗談ではない。こいつはこの町の名所じゃないか。So maybe that's why Kana's trying to stop him? Although she's stabbing him for them, their safety. Don't take away the law. The local residents. Unfortunately, the mayor has granted the permission. Reason? Business secret. Reason? Not publicly. The mayor's permission. The mayor is acting as the citizens' representative. Hmm. Meaning? Unbelievable. What?いけないとは思いつつ影で立ち聞きをして、この剣の岬を壊すなんて豊臣さん正気と言われましても、この剣の岬は重要な文化財としての指定を受けてもおかしくない名所よ。それを、That's probably why he cares about her opinion. しかしこれは市長も了承。議会制民主主義じゃない。お父さんですが、議会の民主主義は手順の政治よ。事後承諾なんてもってのほかだわ。ああ、用事を思い出しました。いい気に。はあ、あいつ、工事の有馬君。見よ、見事に。別に、助け舟を出す。分かってるよ。歴史が。その何？じゃあ、熱狂。怒るな。呆れているの。またこの辺を調べていたの。ええ、あの双子。ふん、でもそうね。なんだ波多野さん、何聞く。
Is Atano Kana's last name? I don't know if we can go back that far. It's gotta be. I'm gonna double check that. The weird thing. The weird thing is, she said that Atano stayed at our house, so I thought they were actually talking about this girl, because they mentioned that before, that she had to visit her house at least. Alright, let's see here. Yes, that is Kana's last name. Maybe this is a typo then. They kind of stayed at our house? I don't think so. So it's actually supposed to be kind of, or her should, or we're supposed to talk to. For the teacher, I guess because of the rumor stuff. Well, that would help. Hatano-san. 何でも学校側に退学を申し出たらしいわ。え？だってエリコ先生は退学し、何を知ってるんじゃない。それよりもどういうことなんだよ。私もあくまで噂でしか知らないけど、どうも学校側に彼女の素行がバレたらしくて。彼女の素行？その決して抽象するわけじゃないんだけど、彼女、異性との交友が激しかったらしくて。でも、自分から退学を申し込ん…カンナちゃんが…私もさっき聞いたばかりだから、多分今日の昼間じゃない。何よ、その…申告は俺じゃない。補習も出ないで何よ。ふん。Alright, I'm gonna end this video here. It was a pretty slow one, but I'm also pretty tired, so I'm gonna end it here. Till next time.